利根坂にて義景と決別を果たした光秀は信長と共に近江へ向かい、浅井長政の本拠小谷城を包囲する。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば打つほかあるまい。様子はどうだ美月。ダメだ、二人ともこの前より思い詰めた顔してる。俺がやってきたことは本当に親父のためになってんのかな。俺たち忍びはきっちりと任務をこなすだけだ。それを積み重ねてりゃいつか織田殿も笑顔になるさ。そうだよな。ありがとう桃地さん。使命を果たす。きっちり働いてやるよ。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ、本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。ぬくもりを展開し、阻ませはしない。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。砦の制圧になったようだ。進軍を再開する。開門。さて、景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし、一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。兵を指揮する俺と信長殿いずれが引いても、この戦敵方の勝利と心得よ。圧勝して浅井に力を示さねえとな。味方の戦力が尖れないよう気をつけねえと。刃を受けろ。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。待ちくたびれたんだ。開門。よし、あの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。この砦を落とすのが我らの役目。補助力を願いたい。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。敵兵はあらかた片付け。俺に任せろ。よし、砦に火をかけろ。開門。あの砦、不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。登録兵を出せ。開門。抜けてみろ。刃を受けろ。他
他にも手頃な砦があるじゃねえか。じゃんじゃん燃やしていくぞ。打ち尻。なしはしない。打ち尻。打ち尻。打ち尻。行くせる。開門。目のすべてで。よし。このまま本丸までかけよう。部活に突出しよって覚悟せよ。遊んでやるよ。障害は覗かねえとな。聞かせていただこう。俺に任せろ。もう見上げたものだな。待ちくたびれたぜ。よし、この間な。火をつけろ。開門。俺に任せろ。待ちくたびれた。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門。帰り地でむせ返るぜ。ここは絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。俺に任せる。待ちくたびれたぜ。俺はまだ強くなれる。援軍を呼び込むのに手頃な砦だ。急ぎ落としてしまわねば。一、無事か。俺も共に戦うぞ。長政様、うん、敵を押し返そう。やはり二手に分かれて攻めてきた。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。を読まれていたか。別動隊が危ない。火星に向かわなくては。我らの出番だ。敵をかく乱せよ。俺に任せろ。打ち尻。急げ。なしはしない。いざ参ろうぞ。俺の力の礎となれ。かなう相手ではなかったか。なんと目覚ましきご活躍。敵将切り伏せた。かなう相手ではなかったか。参るか。身の程知らずめ。耐えきれん。引かせてもらう。それまで。刃を受けろ。皆の者、
織田勢を通してはならぬぞ。許せる。俺の全てで。俺はまだ強くなれる。受けてみろ。俺の力の礎となれ。悔しいが、ここまでか。光秀さんの強さ、見習わないとな。待ちくたびれたぜ。黙らねえな。力の礎となれ。叶う相手ではなかったか。うんうん、思った通りの活躍だね。増援がやられたか。手強いな。耐えきれん。聞かせてもらう。俺はまだ強くなれる。これでいい。俺の力の礎となれ。フルはなんだか。私はしない。されておるか。抜けてみろ。俺はまだ強くなれる。目の全てで。敵将、切り伏せた。討ち死に。天下無双、それほどの力が俺に。打ち死に。打ち死に。私はしない。俺はまだ強くなれる。刃を受けろ。俺の力の礎となれ。聞かせていただこう。光秀さんの強さ、見習わないとな。私はしない。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。刃を受けろ。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。開門。本丸への道が広い。進軍するぞ。浅井勢の戦意は衰えん。だがここが正念場だ。ひるまず進め。開門。開門。これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。敵の増援は北へ向かったか。
我らは迅速に本丸までの道を確保するぞ。開門せい。キャイチ、お前は逃げろ。任せな。これ以上俺に付き合う必要はねえ。なしはしない。私は私の心差しでもあるんだよ。受けろ。自分の心を偽るなんて私にはできない。姫、俺も最後までお供しましょう。開門。指一本触れさせん。信長殿の足を引っ張るわけにはいかない。これで速やかに進軍せねば。なしはしない。抜けてみろ。俺はまだ強くなれる。姫が戦場に立つ限り、は全力で守るのみ。勝家殿、手ごわい相手が残ってしまったな。帰り地でむせ返るぜ。開門を受けろ。行くせる。本丸までの道は開けた。先を急ぐ。俺の全てで。抜けてみろ。礎となれ。行かない。絶対に。ここで倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。もはや何も言うまい。行くぞ。一、お一度その覚悟に俺も応えよう。残るは長政のみ。俺に任せろ。行くぞ。来た。信長、刃を受けろ。俺はあんたに下る気はねえ。絶対にだ。しない。どこまでも愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。
ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦おう。長政殿、吉影様、一、勝家、俺は最後まで抗ってみせる。待ちくたびれたぜ。俺に任せる話はしない。受けてみろ。行くぜ。目の全てで。ここまでか。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな。あんた、所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。わかってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は、花一つねえ地獄だけだ。